こんにちは、アッコピーです、えー、今回は自分の弱さをさらけ出すのが怖かったマリアがマナの包容力に包まれてその殻を破るまでを描いたまあ、傑作会でしたね頭こそ回るもののろくに空も飛べないもう飛べたとしてもルミナスをばらまくくらいしかできない自分への不甲斐なさが出てしまっているわけですね祈りりは下手なりに より高みを目指そうと頑張っているでも自分はどうだでも逃げ切れるもんじゃありません逃げ回っているマリアの態度にイラッとしてしまったんでしょう今週のジニーカウンセリングのお時間ですマリアは自分からそのすべてを投げ捨ててしまいました私は卑怯者なのですここで必要なのは正論じゃなくて感情を吐き出すことだったんですよマリアがやりたいことはマナがやるマナがわからないことはマリアが教えるギューンと飛んでぐるぐるぐるなのですもう 二人の間に怖いものはありません。友情以上、恋愛未満、この二人の関係がとても尊く感じるお話でした。